はい、おはようございます。イーサンです。コミュニティデーの当日ちょっと前です。10時半ぐらい、下見に行きました。雨なんですね。雨雪。出会い外での活動が難しそうなので、地下活動ができる池袋をスタートにしたいと思います。ちょっと複数箇所回りたいんで、最初池袋の神スポットで1時間ぐらい回して、その後できれば新宿 と、渋谷の様子を見たいなと思っています。今池袋は安定のこの神スポットなんですけど、ここがちょうど、池袋だとこのようにホグワーツのランドマークに広くなってて、赤い痕跡がよく出るんですね。でその関係でイベント時、脇がないんですよ。ただ今回ランドマークが無効ということで、ちょっとどうなるかっていうのも検証も含めてやってみたいなと思ってます。で特段今日のイベントはバスの獲得とかタスクについても赤本3つなんで、まったりと3時間遊べたらいいなと。本当は2時から仕事なんですけど、渋谷で池袋、新宿、渋谷と移動して、仕事につなげたいなと思ってます。3時間ちょっと楽しみたいなと思いますので、寒いんで風邪ひかないように頑張ります。もうどうしても風邪ひけないんでマスク持参です。それで行ってきます。途中ちょっとガチるかもしれないんで、あんまりプレイスタイルはないかな。画面録画とかはこまめに撮りたいと思います。よろしくお願いいたします。スタート前ですけど、雪、小雪になってきました。なんか思ったよりも雨とか雪とかの闇が遅くなるみたいです。はい、一応 YouTube 上げたいんで、カメラの回せるところやと思って、ちょっといろいろとスタート前にぐるぐる回ってます。あと3分なんですけど、ここだと小雨ならカメラの雨を避けられるかな。時々こちらに出てきて状況報告をしたいと思います。マスクもう絶対風邪ひけないんですよ、仕事上。あ、やべ、11位です。マスクを外してました。スタート。うわ、いきなり湧きましたね、やっぱり。素晴らしい。おー、あれ。あ、そうだ、状況をスクショしときましょう。まあ、これだけ湧くなら、ゆっくりやっても大丈夫でしょう。現在、578,313、それと今日の、登録簿、よいしょ、必要はもう金で、門はこんな状況、同枠ですね。これを銀でできるだけ埋めたいと思ってます。あと金の黒石も同様、銀でどこまで埋められるかっていう感じですね。これでバンバン取っていきたいと思います。それじゃあ頑張ります。あ、まずはあれだ、薬作んなきゃね。うわ、なんか消えが早い。まあまあ、あまり気にせず行きましょう。釜は大釜じゃなくても結局金額はそんなに違わないんで、どんどんちょっと作っていきましょう。中間のやつが足りないですよ。強い噴気薬、だからもう6円よし。じゃあこれをもうバンバン作って、それから、バンバン脅威の赤オーラをバンバン取っていきたいと思います。頑張ります。嬉しそう。
池袋はまだ小雪まじりです、まあ、ただじゃんじゃん降ってるわけではないんで動く際にもそんなに濡れなくていいなとは思ってるんですが寒いです。神スポットもですね、やはりいつもながらのイベントと同様ちょっとダメでしたね。イベント柄が出ないんで周辺歩いてました。一応タスク上は全て終わってます。よいしょ。登録号なんですけど、まあ、予定通りすみません、手が動いちゃって、手が手袋してるもんだから、まあ、車や柳は全部揃いまして、敵票も出そうですから大丈夫ですと。よいしょ。それでこっち動きしようか。それでただグロープ君全然出ませんので、あわよくは銀枠と思ったんですけどちょっと無理ですね。車だけ集めて、こっちもマンドレイクが全然出ませんので残念ながら銀枠は厳しいかなっていう状態です。で池袋周りも回ってみたんですけどそれほど出ないので渋谷に移動します。でかつバスで移動しています。移動でどんな感じかっていうのと渋谷のランドマークがどうなってるかを確かめていきたいと思います。それでは、バス移動です。
袋から渋谷に来たんですけど、あまりにもバスがいいので引き続き池袋に戻ります。たまたま循環だったんでそのまま乗れるという一応ラッキーで、多分仕事にも間に合うかなと思って、ベケポン稼ぎをしたいと思ってます。外はめちゃめちゃ寒そうです。じゃあ引き続き頑張ります。渋谷でやろうと思っていたランドマークの部分なんですけど、結構湧きますね。湧きますけど出る種類は一緒なので、ちょっと今日は寒いのでバスに乗った方がいいかなと思って降りませんでした。バスでやってきます。明治通り池袋に戻ってます。でも行けるかなって、よいしょ。最後噴気薬の残量がなくなりそうなんですよね。特に雪の花ちょっと気をつけて作ってます。嬉しいなぁ。いやでも本当バスに乗り換えてよかったですわ。ポートキーじゃない、ポートキーじゃない。ああよいしょ。なんかそばや、どこだこれ、南口。ああもったいない、よいしょ。もったいないことさえしなければ多分全部取ってくれると思うんで、強い噴気薬のおかげでございます。車の音うるさいしすんませんって感じ。声取れてるかな。あともう2つぐらいですね。嬉しいな。これの次ぐらいで行きそう勢いですね。超嬉しい。あ、ちょっと待った。あれが緑とピンクが切れてました。つけましょう。シャ
ランプも作っといてよかった。よし、これでラストで50で。ちょっと50のところは別撮りしよう。後でつなげられるかな。さあ、記念すべき。来た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 。やった。ちょうど新宿三丁目高島屋の前でございました。いや、捕まえやすくなるそうです。ちょっと試してみよう。うわ、めっちゃ嬉しい、めっちゃ嬉しい。これでレクサスの仮店舗前です。これでしばらく離れられます。魔法使い XP の呪縛から。先ほども言いました、これは巨人とマンドレイクが取れないんで、プレステージしたら開けます。よいしょ。それと、あ、無料バンドルを忘れないうちにもらっとこうかな。無料ギフトいただきます。ありがとうございます。で、コミュニティバンドルは予定通りいりません。たくさん作るんで渋谷の方に向かいたいと思います。思いのほか早く迎えることになりました。よかったです。今1時18分ですけども、すべて終了いたしました。ちょっと事前にスクショだけで、バスの中だったんでスクショだけで行ったと思うんですけども、今日の目的は一応すべて果たせたんで、池袋には戻らず新宿の日清食品の前で降りて新宿に行って渋谷に戻りたいと思います。ここまでの雪です。最終的な取れ高ですけども、いや、いっぱいなんかあれですね、運指とか呪文の書をもらいました、ね、4と5とかいっぱいもらえるんで嬉しいですね。ここでグロープ途中で出たと思うんですけど1体だけ出ましたね。あ、そうだ、もう話飛んじゃいますけど、この後渋谷寄るんですけど、まだ時間あるんで、急いで駅行って、ランドマークでグレープとか飾りたいな。マンドレイク、白人の兜とか、やはり予定通り出てないんで、それをランドマーク、特にこの門はグロープを捕まえてから、プレステージした後に、よいしょ、特別任務のこの6台を開けたいと思います。それまで開けずに取っておきます。よいしょ。あとやっぱり何しろ一番嬉しかったのは、ちょっと無理かなと思ってたんですけど、レベル50に達したことですね。こだわってきたところが新年から、目標を達成することができました。すごい嬉しいです。とりあえず、イベントを利用してやれるところまでやりましたんで、仕事をしに渋谷の方に向かって、時間があれば渋谷郵便局のランドマークをちょっと一回りしたいと思います。いや、本当にドバスに感謝です。あとあれなんです、オプチャでみんな
バス乗った人たちがもうバス最高バス最高って教えてくれたからですね。ありがとうございました。それじゃ渋谷の方に行ってきます。